テールをほどいた君を見た。になりそう。こういうこと？よかった、嬉しい。親鳥とひな鳥と俺のどれが好き？ひな鳥ですね。あ、ひな鳥美味しかったですよ。めっちゃもらう。あ、美女最強。あ、ポニーテール大好き。ま、お、久しぶりにやった気がする。ポニーテールなんか最近やってなくて、最後いつやったか忘れたけど、なんかあれ、なんか私ポニーテール似合わんかなって思って、一回ポニーテール似合わんかもって時期に入って、でもまた久しぶりにやってみたんよね。と、ひな鳥に負けた。大丈夫です、ちゃんと好きです。フィストハール行きました。お、ありがとう。フィストハール、クロクロ好きになりましたか？あの人もいや、嬉しい。ポニー来る、かわいい。あ、かわいい、やった。明日香川参上、私いないのに、いないのに。ちょっと久しぶりの、そう、ちょっと久しぶりのミーヒーさんポジションだったんですよ。意外に結構久しぶり、最近そう、チョウさん出たから結構久しぶりなのかもと思って、そんな久しぶりだったかも。コーナーしちゃうとか言って、自分で情けない。うどん食べてんの、自作くるくる茶持ってるキッズいたね。え、お父さんとかですか？え、そう、今日なんかね、嬉しかったです。子供っていうか、その何歳ぐらいか、そう、いや、ちょうど小学生ぐらいかな、の男の子がくるくる茶持って好きですって言ってくれて、そんな嬉しかったです。あ、よかった、今日もくるくる買いすぎました。ほんとペナントの色違うけど、ほんと嬉しい。あ、ビジュがどんどん良くなってる。え、嬉しい。シンプルにプルシンに、あ、これカット版、なんか荒れてた。昨日ずっとの、今日もつ頭痛くなる。そうなんや、ちょっとロックなんだけど、普通になんかポニーテールをほどいた君を見た、だし、ちょっとポニーテール抗ってポニーテールしてみようかなって。でも実は今日の夜治ったんですよ。いい、よかったと思って、ま、夜治ったっていうか、普通に踊っ、4時までやってた、あの充電がないんですけど、夜までその覚えてて、気づいたら痛くなくなってました。で、鼻が鳴る、やだ。カット版です。今日の自己紹介どうだった？目が回っちゃった。あざといやつ。指大丈夫？ちょっと中指だから、ちょっとなんか、ち
じゃあ大丈夫。今日は腹痛だった。なんなら今日腹痛で腹痛薬をもらって出ました。そう、今日の自己紹介は、今日の自己紹介も音響さんがこうアドバイスをくださって、これをやってみてほしい、くるくるにって言われてやってみました。それ完璧じゃんって言われました。嬉しかった。どうですか、どうでしたか。朝とくるくる、あ、ますます好きになりました。やったで、これちょっと鼻うさい、ちょっとスタッフさんからのリクエスト。でもなんなら一番最初にあの後ろに、人の後ろに隠れておーって言ってこうやって煽るやつも、一番最初の発祥は音響さんっていうかね、音響さんっていうかカメラさん、カメラさんなんだけですけど、カメラさんがそこ煽ってみたらって言ってくださったところから発祥だった。あ、DMM で見ます、ありがとう、嬉しいです。お、ゴルフやらしよかった、やったね。また全身もあるので出します。ゴルフやらしても良すぎた。あ、ちょっと見た、最近ゴルフ始めた。あ、始めたんだ、いいね。あ、今日の周り目はしもとってもとても可愛かった、優しい。あ、今日くるくる感じる、お願いします、お願いします。可愛い、うん、ゴルフ屋初めてだってよ。いつも以上に美容器嬉しい。あれかな、昨日の夜踊った効果でさ、むくみが取れたんかな、どうなんじゃろ。ポニーテールしてってなったんかな。ピルルルルルルピルルルルル。あと最近私が嬉しいのは、 MC なんか上手くなったねみたいな、 MC 面白いねって言ってもらえることが増えて、 MC 上手になったねって言ってもらえることが増えて嬉しいです。嬉しい、 MC そう、いつでもキャディーになるから、ゴルフした時はね、キャディーってなんたら、あのボールをこうやって置く、あそこかな、パターンだっけ、こうやってバーンってやるわ。違ったらどうしよう。面白い女を目指してる、そう目指してる、面白い女。あ、ポニーテールマジでよき、うれしい。くるくるマシンめっちゃ好き、え、やったね。毎日キャオチーけど何食べたらキャオチーくなれる、フルーツー。あ、クラブを渡す人か、殴るとか言っちゃった。面白い女、面白い女、面白い女、面白い女になっちゃった。クラブ、あ、じゃあ渡す人よろしくお願いします。あ、面白い女さん、嬉しい。面白い女とは、ありがとう。面白いってことですか、もうすでに面白いよってことですか。嬉しい、ありがとう。面白い女とは、ありがとう。配信も見てくれてありが
とう、今日の公演も来てくれてありがとう。なんかたまにマイちゃんみたいなうちは見えたけど、マイみたいななんか待ってるうちは見えたけど、なんか違うかなとか思ったけど、来てくれてくるくるのうちはも振ってくれて嬉しかったよ。ありがとう、ありがとう、嬉しかった、コブです、タワーもありがとう。ねポニーちゃんの時め、はい、目力出るよね。私とクラブで殴られる、殴っちゃう。これこっちはコンタクトまだ入れてるから目が、あ、めちゃめちゃ傷面白い。ほんとクルクルすんの、え、見逃さないよ、普通に全然見逃さないよ、全部見てるよ。今日の目元なんかいい、え、やった今日のアイラインは岡田あずみ。お耳向け落ち？ねえ、ちょっとなんか私のポニーテールって見えないんだよね、こうやってと。そう、震え、全部見てる。よいしょ、ポニーテール、時だけ見る、くるくるダンスが待ってるようだってメッセージを込めてかけた。おろしに、そういうこと、そういうことだったの。止まってる時見えないけど、入れた時に見えるのがいい、確かに、こういうことね。違う、ちょっとコンタクト外したいな。あ、これここで外してみてる。ちょっとやばいか、怖いか。ワンデー、ワンデー、ワンデーよ。ポニテルメインは昇格みたいなとこ、確かにね、これこっちかな。でも私多分香川来たらなんかポニテしたくなるんか分からんけど、多分ツアーの、あ、7周年ツアー私忘れてて、最初に MC で7周年ツアーのこと感じますって、なんか1年前に来たとか言ってたんですけど、全然7周年ツアーで香川来てて忘れてたんですけど、7周年ツアーの香川でもポニテしたんですよ。で多分スト研究生ツアーでもポニテしてる、多分だからポニテしたくなるのかなって思った。コメント見えなくならない、ならない、なんならコンタクト入れてる方がねちょっと見にくいの。雨赤い？あ、めめ、これいい、これ香川離れし公演初日ね、思った。でも16人やるにはちょっとあれなのかなと思ったけど、でも楽しかったです。そう、香川に行けばそこに寺見える。疲れた、でも楽しかったとか言って、でも楽しかった。明日も出たいです。まあ無理なんですけど、パパパパパパパ
あ、ビジュアルまた違った感じ。ヨッキー、ヨッキーですか。次のくるくるの公演って、あ、ソラさんの生誕祭だ。あ、公演あるなら嬉しいですね。その遠く先までないとかなるとーってなる。あ、あかりさんから写真集いただきました。イエーイ、すごかったですよ。いや、デコ出しもねしたいんですよね。またでも浜田響に不評だったんで、浜田響と森末姫菜に不評だったので、あのどうしようかなとかいうふうに思っているんですけど、あ、スタッフさんとしてもらえるかもあるですね。あり、何がすごかったか詳しく聞かせて。そうですね、なんかすごいおーみたいな感じ、おーって感じ、おーっていう。ナルタオチャンネルにくるくる映ってた。え、映り込みか。くるくるが取り出さされてたわけじゃなくて、映り込み系、映り込み系だったら、ちょっとくるくるの顔がなんかすごい変な顔じゃなければありがたい、あのふんみたいな変なとかな顔じゃなければ。あ、朝ざらして、眉毛、眉毛、眉毛は太い太い太い。ポリティニアンのくるちゃん、え、嬉しい。ちょっとね、最近やってなかったっけ、またやろうとか思ったよね、そんなん言ってもらったら。え、そう、おーって、似合うデコ出しを、え、そう、なんかデコ出しはデコ出しでも立ち上げる系のデコ出しもありなんじゃないかって意見をいただきました。これはゆいにゃんから、おーって。あ、エンジンとか、あ、エンジンか、なるほどね。それはね、みんな映ってるよね。三つ編みが一番気持ちいい。あ、でもちょっとそれは自覚あって、くるくるが最近気に入ってるのは三つ編みなんですよ。だからめっちゃ結構コーヒーなどやっちゃうから、回数はちょっと制限していきたいと思ってる。結構最近 やってるよね、あれ。あとハーフチェーンは結構やってて、だからポニー久しぶりだったのから、まあよかった。ハーフアップも結構やるんだよね。だから種類がないんだよね。なんか前髪、もう一回。お、お台場のくるくるポニーテムって大好き。あ、嬉しい。ついもポニーテム似合ってるし、似合わない髪型が思い込んで。え、本当？あ、次やりたいのは、ツインの下目のやつ。これやってないよね。なんかこの前ちょっとここら辺だったけど、こういう系の。ここは、もう、ちょっとウルトラの母だから。あ、正直三つ編みが一番好き。いや、くるくるも。くるくるも。あ、だからめっちゃ可愛くて綺麗。嬉しい、好きでしたって言ってやろうかな、また。熱い下目最高。やっちゃいます。ソラさんの生誕かな。あ、お団子ね。やった。一回だけこう横であるのか。あんまやらないね。あり。羊、確か1回か。羊は1回。あ、ツイマ大好きマン。クマはやったことないね。羊か。ん？クマここか。クマはさ、お団子2つなんかな。くるくる何が似合うんじゃろ。でも、ポニーテール。伸びたからさ、なんか結構できそうだけど。猫耳ね。あ、ツイン系が強いんで、羊もクマも。お、確かに。
ツインの部類に入ってくる。確かに。クラゲ多分ね、できる気がする。あ、ちょっと大変かもしれんけど、メイクさんが。でもちょっとボブに戻したいみたいな気持ち。鼻だれのレッスン、あ、違う、今日のミーヒーさんのポジションを覚えるのに過去の動画見返したんですよ。過去の動画見返したら私がボブで、あ、ボブだと思って、なんか懐かしいとか思って。あ、猫耳ありしちゃおうかな。あ、コーンローンとかあり、ありめちゃあり、めちゃあり。ウサギとかできる？本当こんなんできる？デカデカと？オコテール、あ、ツインテール、あ、ポニーテール、ツインテールってやつか。あ、どう？お団子。また変なシーンで切れちゃった。あと充電 10%。スクショタイムします。やばい。あ、お団子ええ。調子乗って何回もやっちゃうみたいな。ねえ、ちょっとさ変なの乗ってるみたいな。うん、でもこれ何今の、すごい。ちょっと待ってよ。確かにお団子で浴衣、確かにあれ、クーコリ UFO ガーリーより強めオラオラ系のは逆に可愛さ増すとの分析。あ、確かに、あ、とか言って、なるほど、確かにって自分で言ってるのはあれだけど、これもどっちかというとオラオラ系なんかな。オラオラじゃないけどかっこいい系。確かに、確かに。あ、56%。確かに勉強になります。あ、ムニルフレーム、ありがとう、フレーム。明日のご飯のデザート、お団子食べます。いいね。くるくるの？くるくるのお団子。お団子も良い。お、じゃあ今度ちょっとやってみようかな。かわいい。うむうむ。あ、ギャルクル。確かに、ギャルクルもね。じゃあ、あれも良かったんかな？まず、前髪。あげるやつ。あ、スクッシュタイムだった。忘れちゃった。食べちゃう。あ、食べき、食べ、はい、これ動画、ポニーテール見える動画。普通に髪がないと思ったら、はいはい。もう一回可愛いポーズ。ありがとう、ムニエル、フレーム、ありがとう、2個目、ありがとうね、わざわざ。と、取れたか、取れたか、スクショ。あ、かわいい、あ、本当かい、あ、嬉しい。うどんポーズ。チュルチュル、今日 MC でみんながチュル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 、あの公演記念日の時にチュル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 って言ってたから、くるくるのことかなと思って、くるくるって言ってたら、ソラハさんに違うよって言われました。いじりでね、おもろかった。違うよ、くるくるのことじゃないよって。普通にうどんのことだよ、うどんの話してるんだよ、くるくるの話してないからって言う。確かにみたいな。え、でもこれは私のこと言ってます。とそれでは、スクッシュタイム終了。告知タイムはないです。鼻だれ、あ、ソラさんの生誕祭と、普通に僕対東京と、マーループ
あります。ぜひ 見に来てね。それでは男女13位鉄人ありがとう、12位ケムありがとう、11位ハマありがとう、10位オロチありがとう、9位福ちゃんありがとう、8位キュエルありがとう、7位ステラありがとう、6位トマトポありがとう、あ、カチャだカチャだ、13位ケムありがとう、12位ハマありがとう、11位オロチありがとう、10位福ちゃんありがとう、9位キュエルありがとう、8位ステラありがとう、7位トマトポありがとう、6位タクマバシバシありがとう、5位ヨシノビありがとう、3位あちゃちゃ、4位アセンファイマッチありがとう、3位マスタカありがとう、2位つむれよ、2位ムニエルありがとう、そして1位はドゥルルルルルルルパーン、オノピーありがとう、オノピータワーもありがとう。皆さん今日は花は誰のもの公演ありがとうございました。インスタもツイッターも載せてるのでぜひ見てね。それではおやすみー、トボール、おやすみトボール。